はい。皆さん、こんにちは。ワナルイルビジです。では、今回は、レイドの決断3パップキット PC 版、レイド機械戦シナリオから続きをプレイしていきたいと思います。で前回はですね、ウェイキに敵の艦隊、アメリカ軍の艦隊が集結しているのを確認したため、これの迎撃のために、第6艦隊、まあ、これは小沢さんの航空艦隊ですね。この小沢さんの航空艦隊と、ヤマト武蔵の第2艦隊、これで迎撃に出ました。で、第6艦隊の方なんですが、時間差アウトレンジ攻撃によって、まあ戦力のね、特に航空技術の圧倒的な劣勢をなんとか補う、その活路を見出したという戦いができたんですが、一方で、航空機の支援がなかった第二艦隊の方は損害が出ています。で、これね、このままここに留まっておくと敵の艦隊の餌食になると思うので、ヤマト、武蔵は絶対に逃がしたいので、ここはですね、まあ、艦隊の速度が今7キロしか出ない状態になっているので、このチクマ、これをですね、自沈させて、廃棄して逃亡に入ります。なんとかこれで18ノット出るので、来るまで逃げてもらおうというね、この必死の逃亡劇をヤマト武蔵には行ってもらいます。一方、第6艦隊はこの海域に留まって敵の攻撃をね、なんとか踏みとどまらせるというところに持ち込んでいきたいと思っています。あとはですね、この後の艦隊編成についてなんですけども、まず軽空母4隻ですね、プラス2隻、合計6隻の軽空母が今建造中になっています。なので、この6隻の軽空母はですね、ヤマト武蔵の直援をやってもらうための護衛空母のような役割を果たしてもらいたいなというふうに思っています。で、正規空母4隻上がってきますので、これはもう一つ、正規のね、空母艦隊を創設して3個の空母艦隊を用意してアメリカ軍に対抗していくという作戦になります。ではこれでまずはヤマトの必死の逃亡劇からプレイを進めていきます。航空技術の差でいうとですね、何度かお見せしてますけども、日本が今750、一方アメリカは全パラメータ、もちろん航空技術も含めてマックス値になっています。でこの後の日本軍のですね、まあ、いわゆる、新型機っていう意味だと、レップを待っている状態なので、レップが完成したら、今使っている冷戦の二次型、これのアップグレードをかけていきたいと思います。で、アメリカ軍の第二艦隊に対して、我々のヤマト武蔵の第二艦隊に対して、駆逐艦隊ですね。これが襲ってくるという構造ですね。では、これから見ていきます。ここは逃げ切りですね。このまま呉の方まで逃がします。航空機の方ですが、ご覧のようにレップがね、あと9週間後に上がってくるという状態です。なのでこのレップが上がってきたら、速度だったり攻撃防御、こういったものをアップグレードできるかなというふうに思ってます。では時間を進めていきます。はい。では、第二艦隊ヤマトですね、呉の方に逃げ帰ってきて、さらに、新しくね、建造された巡洋艦を配備して、艦隊戦力をご覧のように元に戻しました。これで、戦えるかな、という戦力になっています。まあ、あとはですね、今、戦艦不走の方が、もう少しで完全に治るんで、このままね、不走の方の修復が終わるのを待って、またね、硫黄島付近まで展開をしていければいいかなと思っていたその矢先なんですけども、マーカスに敵の艦隊が接近している様子があります。なので、このマーカスを絶対に守備したいということで、マーカス防衛作戦を行っていきましょう。でマーカス取られると、東京、呉、まあ、含めた日本本土全土が敵の爆撃機の攻撃範囲内、レンジ内に入ってしまうので、マーカスは絶対に取られたくないんですね。で、戦力の方なんですが、今ご紹介した第2艦隊、これが今、不走の修復待ち。で、第1艦隊の方なんですけども、これがですね、風林火山型、これに100機搭載している。もう1隻94機。で、昇格型の3番艦、これに関しても、すでに航空機が配備が進んでいます。ただ、4番艦に当たる総核が航空機まだ入っていないので、ちょっとね、まだ出せない。連動的にも。そのため、一度大港に入れて、大港から敵のね、動きを見て、
どうしても必要であれば決戦兵力として投入する構えです。なんでここもね、小沢さんの艦隊に頼ってマーカスを防衛していこうと思っています。で、その他駆逐艦含めた輸送艦隊、これに陸戦隊を乗せているので必要であればマーカスに陸戦隊を送り込む。でもしマーカスが取られるようなことがあればですね、即座に取り返すという作戦になります。どうしてもね、ここ取られるわけにはいかないので、マーカスを死守することをね、絶対条件としてプレイの方を進めていきましょう。敵の艦隊の規模はわからないんですけども、空母を含む艦隊が接近しているのは間違いがないですね。で、その空母の数がさらに増えている、減っていることはないので、撃沈していないので増えていると思われます。で、さっき の逃げながらの戦いでは駆逐艦、15隻残ってたと思うんですけども、この15隻は全部撃沈しました。駆逐艦ですね。さらに、空母、軽空母ですけど1隻撃沈しました。戦果としては以上です。なのでここでアメリカ軍の第ホニャララ航空艦隊から航空機66機が爆撃に出てますね。これでマーカスが壊滅、守備隊1残すのみですね。今テクノレック戦隊がやってきたら、もうマーカスがね、あっさり占領されてしまうという状況です。敵の兵力がどれくらいのものなのかっていうのをね、接近されるまでわからないっていうのが、今のこの日本の航空技術力に開発力を割いている上、技術力がね、情報面ではかなり劣っているので、まあ、致し方がないとはいえ、接近されるまで敵の兵力がわからないっていうね、この状況も苦しいですね。続いてマーカスの方にアメリカ軍48機が来襲。これで守備隊が壊滅しました。アメリカ軍の第8艦隊航空隊48機、少なくても2個の空母艦隊がこのマーカス周辺に展開しているというのが分かりましたね。はい、硫黄島の大吉航空隊が敵の艦隊を発見してくれています。まずは中身がわからないんですが、22隻の艦隊ですね。夜明け5時。このタイミングでの出撃かなり危険なので、そうだな、ここは虹の護衛機。一機だけ出撃して様子を見ましょう。直縁34ですね。分かった以上は撤収します。アメリカ軍の第8艦隊でしたね。さっきから攻撃を仕掛けてきていた艦隊です。これが、航空戦力、要する第8艦隊というところですね。戦艦も4隻入ってるんだな。これ第6航空艦隊から攻撃を仕掛けましょう。たまたまではありますけど、今、硫黄島の航空隊、護衛機1機ですけども、これが飛んで敵の艦隊の状況を確認してくれたので、ここは全機出撃を仕掛けていきます。これは撃沈する絶好のチャンス到来と見ていいと思うので、偵察機を除く全機出撃させていきましょう。では敵の空母を目指していきます。敵の直縁はいないですね。なのでこのまま一気に敵の艦隊を仕留めようかというところで、敵の直縁が現れたので移民を解除して個別に操作をしていきます。はい、敵の直縁を排除しましたので、ここから敵の空母をね、撃沈しにかかります。順調にね、空母を仕留められる、まあ、邪道だというご指摘もあろうかと思うんですが、この時間差アウトレンジ攻撃ですね、これが決まってくれば、この戦力の圧倒的な不利な状況を十分に挽回できると思うので、潰していきましょう。正規空母コーラル C を撃沈。
残りの空母も撃沈していきます。ウォルボレイン、言えてたかな？もう撃沈してますね。さすがに戦艦は硬いですよね。まあ、空母も、初期の空母に比べるとだいぶ硬くなっているので、そう簡単にはね、撃沈できなくなってるんですけど、戦艦がより硬くなってますね。そういう意味では我々のヤマト武蔵も、敵にね、対して、特に航空機に対しては強くはなっているかなというふうには思ってます。敵の正規空母2隻を撃沈。さらに陸戦隊半分を削って戦艦1隻を中大破という戦艦になっています。味方の損害が29機。第8艦隊の、ね、航空兵力はそぎ落としましたが、その他にも艦隊いる可能性があるので油断せずにいきましょう。あと注意しておかなきゃいけないのが、アメリカ軍の方はね、VT 神艦とか、炸裂弾とか、そういうものがもう開発されているので、航空戦だけではなくて、対空防御力もかなりね、強くなっているので、敵の直面がいないからといって、味方の航空攻撃がね、無傷でできるかというと、そういう状況でもないので、航空兵力のね、すり減りには十分に、配慮していこうかなと思います。では、硫黄島から今度は攻撃を仕掛けていきます。ここは、前期お任せで、コンピューター任せでも大丈夫でしょう。戦艦インディアナを撃沈。一隻だけでしたけどね。戦艦を撃沈してます。敵の直面はご覧のようにゼロなんですけど、敵のね、対空防御により航空機13機を喪失してます。こういうことがね、起きてくるんですよね。なかなか難しいのはここですかね。では、第6航空艦隊ですが、あんまり近づきすぎると危険なので、硫黄島とマーカスの中間あたりで紹介を行いつつですね、敵の艦隊の出方を見ましょう。マーカス、この状態だと取られたとしてもすぐに取り返せそうなんで、まあ、ちょっとせこい作戦にはなるんですけども、マーカスを一旦取られてしまって、まあ、あえて取らせてって言った方がいいかな。取らせて、すかさず作戦変更でマーカス奪還作戦を発動して、それを成し得てですね、お金を取りに行きましょう。まあ、そのために今、硫黄島に向かわせているこの艦隊2つ、これは陸戦隊だけを積んでいるものなので、この陸戦隊を積んでいるこの艦隊で、なんとかね、取り返すという作戦がいいかなと思うんですが、ここでアメリカ軍の第10艦隊が来ているな。これも航空機持ってそうですね。先ほど撃沈したのは第8艦隊から空母2隻だったんですけども、新たに第10艦隊というのも現れている。これを見つけないと、迂闊に、小沢艦隊がね、行動できないですね。第一艦隊ですが、大湊の方に入ったようなので、大湊で艦隊の状況を確認しておきます。ここでは輸送船がね、欲しくてこの港に入っています。輸送船がね、本当に数が今足りなくて、作っても作っても追いつかないっていう状況なので、輸送船のある港にね、入って、そこから輸送船を接収するっていう対応になってしまってます。まあ、良くも悪くも。なんで、どこからどういう輸送船をね、調達してくるかっていうのも今後の大きな課題になってきています。双角の方には航空機入っていませんが、これね、今補給中、補充中になりますので、この双角に航空隊が入ったら決戦兵力として前進を開始していきます。はい、新しくですね、マーカスの方には第9艦隊、これもやってきてますね。なので、ここまでで確認できている、このマーカス近辺に展開しているアメリカ軍の艦隊ですが、第8、第9、第10と3つの航空艦隊を確認しています。まあ、そのうち第8艦隊に関しては空母2隻は撃沈済みですが、残り第9、第10の
行方はまだつかめてすらいないという状況ですね。では第9艦隊の方ですが、これはこのままクレに逃がすとして、第10艦隊でこの後マーカスが取られてしまった場合、すぐに取り返すという動きをするためにですね、確認をしておきましょう。輸送船は全部乗ってます。なのでここで一旦待機、その場で待機としましょう。で、硫黄島からマーカスに向けて、もし取られたらすぐにね、陸戦隊を送り込むという作戦になります。第6艦隊が敵の第8艦隊ですね。これも第8艦隊潰しときますか。そしたら216機出れますので、これを出しておきましょう。これで敵の戦艦も仕留める。はい、敵の陸戦隊を壊滅させています。戦艦を一隻さらにね、中大破させていますが、撃沈にはなかなかやっぱりね、至らないですね。では第一艦隊ですけども、航空機満載とはいかないですが、全体の8割ぐらいの航空機搭載完了しましたので、ここから決戦の地マーカスに向けて行動を開始していきましょう。これでもしね、マーカスでの戦い、その最中にこの第一艦隊が間に合ってくれればですね、一気に戦力的にも互角に持ち込める状況になりつつあるんで、ここでね、間に合ってほしいなという思いですね。で、ここでアメリカ軍の新たな艦隊を発見。これは規模的には不明だけど、一発攻撃をかけてみますか。前期出撃させていきましょう。ただ、随分だけ外します。さあ、アメリカ軍のね、艦隊の規模わからない中で、そのまま出撃をしてきてますけども、まずは、敵のね、確認から始めていきます。アメリカ軍第6艦隊ということになっています。はい、アメリカ軍の第6艦隊でしたね。ここに空母はいなかったです。戦艦が2、巡洋艦が4という艦隊で、このうち戦艦ニューヨークを撃沈しています。さあ、これ新たな艦隊な可能性がありますけど、ちょっと中身見ると、3隻だけか。これもここで仕留めておきたいけど、数が足りないので見送りましょう。おそらく戦艦3隻のアメリカ軍の第8艦隊だと思います。ミズーリとかね、撃沈しておきたいですけど、この近くには第9、第10の空母艦隊がまだ健在中なんで、無理はしないというところですかね。83機の攻撃隊、第10艦隊はそれなりの規模というか大艦隊だな。153機、これはアメリカ軍第9艦隊。いや、これは本当に厳しいな。第1艦隊が早く来てくれないと、第6艦隊だけでどこまで持ちこたえられるかっていうね、そういう状況の中、敵の位置が未だに分かっていないっていう、本当に危険な状況ですね。はい、ここでアメリカ軍の艦隊発見しました。数がわからないですが、空母に戦艦4、この艦隊か、空母に、まあ、数でいうとおそらくアメリカ軍の第9か第10のどちらかの艦隊だと思うんですが、ここに朝垣一発目かけるかどうかやめときましょう。本当にチキン戦法にはなってしまいますが、まあ、数とね、中身を確認するという意味で偵察機1機だけ出して、
戻っていきましょう。アメリカ軍の第7艦隊。ちょっと待ってくれ。第7艦隊って、新しい艦隊ですよね。今、8、9、10と確認してたところに、新しく第7艦隊。空母2、戦艦4。いや、本当に、アメリカ軍、空母何隻持ってるんだっていうね。しかも、どれも SX 級クラスだと思うんで、戦力が、すごいな。はい。アメリカ軍の第9艦隊の概要が分かりました。その概要、驚愕の空母8。これは本当にきついですね。いや、この空母8か。これをどう仕留めていくかっていうところだと思うんですけどね。まあ、さっき1隻だけ出した、また時間差アウトレンジ攻撃を仕掛ける絶好のチャンスではあるので、まあ、前期出していくんですけど、まあ、最悪ね、壊滅する可能性もあるということを念頭に、全187機、これで叩いていきましょう。おそらくこれ、さすがにアメリカ軍も最大規模の戦力を誇る艦隊だと思うので、これを叩けるかどうかで変わってくると思ってます。では、決戦です。はい、敵の直縁を全部排除しました。ベアキャットが主力でしたね。数はやっぱり時間差をドレンジ攻撃したので、多くはなかったです。なので、このまま、空母をね、撃沈していきましょう。伊藤誠一さんが大将に昇進って今出たね。もうここまで来るとね、委任でいいし、一方的な攻撃になるので気持ちいいですね。もちろんね、アメリカ軍の対空防御に優れているので、味方の損害、まあ、出るのはしょうがないと思うんですけど、空母をね、一方的にいたぶれるっていう、こういう状況をしばらくなかったので、すごく嬉しいですね。で、敵の艦隊なんですけども、正規空母と軽空母、まあアメリカ軍でいうところの護衛空母ですかね。まあこれが混在しているような艦隊になっているので、第9艦隊の方に、空母、正規空母8隻、全部 SX 級とか、まあそういう状況ではなかったです。できればね、正規空母を仕留めておきたいですよね。はい。アメリカ軍の第9艦隊、空母8、このうちですね、6隻を撃沈しています。1隻は正規空母、残り5隻が軽空母です。まあ、敵の直縁をね、減らす時間差アウトレンジ攻撃が決まったというところかと思います。まあ、このやり方に関してはね、まあ、邪道だというご意見もあろうかと思うんですが、まあ、立派な戦術ということでね、まあ、ちょっと多めに見ていただければ嬉しいなというふうに思っています。では、すごく気持ちがいいところなので、今回はここまでにさせていただいてですね、次回、第一艦隊と合流して、残りのアメリカ軍の攻勢を防いでいきたいというふうに思っています。